やっぱりあの患者さんに術後のイメージを本当に作ってもらうためのものなんですよね。要はあの手術を受けて、患者さんとあの手術やりましょうってなって手術をまで持っていくのは簡単にできたとしても、あの結果を満足していただくっていうのは結構難しいですね。手術ってあの僕たちがあこの人はこういう花になりたいんだなっていうふうに思ってやったものが患者さんのイメージと違ったりとかすると大変なことになっちゃうので、あの手術前にゴール地点、お互いの目標を、まあ、一つにあのこうイメージとして残すんですよね。でその結果に対して、まあ、僕たちが手術で、その結果にできなかったら僕たちの責任だし、あのその結果にしたけど患者さん満足しなかったら患者さんの責任じゃないですか。そのあたりはしっかりと同じその一応ゴールポストを作っとかないと、患者さんのね、まあ、ゴールポストがこうどんどん動いてしまうと僕たちはもう手術が、ね、手術の成功ができない、確約できないというか、なので、まあ、ゴールをもうでそれで患者さんのまずこういうシミュレーションをやった時にこれがイメージ、こういうのを見せてもイメージができないっていう人は、まあ、ちょっと手術は難しいですし、にもちょっとそれはあのしっかりと、うん、それが、あ、なんか、じゃこういうことなんですかっていうのを見せて、あ、なんか違うとか、じゃこうですかっていうのを言って、結論なかったら、やっぱ手術はやっちゃいけないと思うんですよ。